今日はご飯何がいい？あ、もうお家なの？早いね。そりゃ俺はマミより仕事が少ないし、プライベート時間が多いですから。アニメスカッと生活。私の名前はマミ。今回はとんでもないことを私に対して企んでいたドキュン旦那凛太郎のお話です。こちらがその凛太郎。凛太郎と出会ったのは共通の友人の紹介ででした。凛太郎は妥協をしないしっかりとしたタイプで努力家。凛太郎はいつもマミほどじゃないよと言ってくれますが、私は彼のことを心から尊敬していました。結婚してそろそろ数ヶ月、私は一応大企業の社長でしたので、バタバタしていてゆっくりする時間もなかなかなく、でもやりがいはあって楽しいというような日々を過ごしていました。ある日凛太郎から、私は素敵な提案をもらうことになるのです。それでは凛太郎とのやりとりをご覧ください。そりゃ社長ですから、ありがたいことに忙しくさせてもらってますよ。あのさ、俺ちょっと提案があるんだけど。提案？何？うん、俺今の仕事辞めようかなって。え、辞めるの？うん、それでマミが良ければ俺を雇ってほしい。そっちの業界のこと何も知らないけど、一応ベースの会計の知識はあるし、何かマミの手伝いになれるかなって。俺マミよりいろいろと容量はいい自信あるから、仕事のこととかでもアドバイスできたり力になれることもあると思うんだ。そう思ってくれてたの？まあね、ほら人生のパートナーにはなれたけど、俺らは仕事上でもそれぞれ得意分野が違うし、助け合えるかなって。嬉しい。本当に私と働いてくれるの？うん、わかった。じゃあ私の元で私の周りの仕事の手伝いからお願いしたいんだけど。いや、そうじゃない方がいいかも。え？ほらマミのやってる仕事って全体関係で範囲が広いじゃん。だから俺にはまだ早すぎると思うんだよね。まずは普通に店舗だったり現場での経験をしたいなって思うんだ。そうすればマミのそばで働く時も現場で働いてくれている人の意見とか吸収できたものを反映できると思うし。なるほどね。すごいよ凛太郎。私自分のことばっかり考えてたから。あ、いや、ちゃんと従業員さんたちのことも考えてるよ。でもやっぱり凛太郎は現場じゃなくて本部の方かなとか思ってたんだよね。いやいや、マミはよく頑張ってるから大丈夫。ありがとう。じゃあまた帰ったら具体的に話そう。いつ入社するのかとか細かい話。分かったよ。またご飯作っておこうか。お願い。いつもご飯作らせちゃってごめんね。いいってことよ。俺の料理スキルも上がるしね。本当前向きでありがたいわ。こうして凛太郎が私の会社に入ることが決まりました。数ヶ月間店舗で働いてもらい、経験を積んでもらってから私の横で働くことに。そして随時店舗での問題点や改善点、店員やお客様からの要望を教えてくれました。これがかなり功を奏したようで、どんどん売り上げは上がっていき、なんと年収10億円クラスに達成。凛太郎のおかげでしかありません。そして凛太郎からまた新たな別の提案をもらうことになりました。ねえ、すごいよ凛太郎。こんなに成長してる私たちの会社、嬉しいな。すごいな。でも俺はまだまだ満足してないよ。そうなの？うん、できることはちゃんとたくさんやりたいからね。ハングリー精神いいね。でも今俺が考えてることは仕事とはちょっと別なんだ。そうなの？うん、結婚式しない？え？なんだかんだでできてなかっただろ。忙しかったりご時世的にできなかったり。でもそろそろできるようになってきたし、マミだって着たいでしょ、ウェディングドレス。着たい。結婚当初ちょろっと言ってたもんな、ドレスに憧れてるって。そう、ドレス着られたらもう死んでもいいなんて言ってた。いいよ、その願い叶えてあげるよ。うん、嬉しい、ありがとう。いつがいいかな？季節の変わり目は忙しいけど、そうじゃなければ大丈夫じゃないかな。なら7月とかは？いいね、呼べる人たくさん呼んで素敵な式にしたいな。いっぱい呼んじゃうか。うん、じゃあ早速次にお休みが一緒の時に式場に見学しに行こうよ。そして私たちの結婚式の日取りが決まり、200人以上の人が参加すると言ってくれていて、素敵な式を取り行うことができそうでした。この調子で仕事上でも絶好調。凛太郎がほとんどの仕事を覚え、私の右腕的なポジションになってくれたのです。幸せいっぱいな生活の中、とうとう結婚式当日がやってきました。
よし、これから結婚式が始まると言った時、私は緊張のせいから目の前が真っ暗に。突然倒れてしまったのです。私はすぐに緊急搬送されました。病院で目を覚ますと、そこには涙ながらに目を覚ました、よかった、本当によかったと喜んでいる父と母が、あなたどうして自分からそんなことするのよ、あんなに幸せそうだったのに何が辛かったのよ、自分でそんな道選んじゃダメよと言われました。一体母は何を言っているのか、わけがわからなくなっていた時に、お医者様が部屋に入ってきて状況を説明してくれました。まさかそんなことって、信じたくはありませんでしたが、どうやら私が予想もしていなかった怖いことが起きていたようです。ねえ、凛太郎。おい、マミ、大丈夫か？よかった。俺さ、急いで着替えて駆けつけたんだ。式場関係の方は心配しなくても大丈夫。スタッフさんとかに全部お願いしてきたから。それより、なんで倒れたんだ？どうしたんだよ。心配なんかしてないくせに。心配してるよ、当然だろ。でもなんか別室に通されて、俺一人なんだよ。どこの病室にいるんだ？言えない、言わない。あ？なんでだよ。私が倒れた理由ってさ、薬らしいんだよね。薬？何？薬飲んでたの？飲んでないよ。私、ビタミン剤とかすら飲んでない。だよな、薬なんて飲んでないよな。でもね、私の体内から出てきた薬の成分の量が異常な量だったの。過剰摂取状態。え？つまり私は薬の成分を飲まされていた。心当たりない？いや、ないよ。いいよ、嘘つかなくて。だからいつもカレーとかスープとか溶けやすくて味が濃いものだったんだね。ああ、どこでミスった？分量少なすぎたか？いつからこんなことしてたの？そろそろ俺が仕事全部わかるようになるかなって頃から。どうして？俺がハングリー精神すごいことはお前も知ってんだろ。妥協なんてしない。そんな俺がお前の元で働く？女にこき使われる。そんな状態で居続けるわけねえだろ。最初はお前と結婚した段階で葬ることすら考えたよ。金を手に入れることには十分だったからな。最初から？ああ、お前が社長だからって理由で最初は付き合い出したんだよ。俺って芝居上手かったかな？そんなに。最低。でもその段階でいろいろと実行したら、俺にはお前の保険金とかしか入らない。金額は十分だが、金なんて使ったらおしまいだ。それならシステムごと奪えばいいってな。それが私の会社そのものだったのね。ああ、お前を売買する前にお前と同じ仕事ができて、なおかつ全体の状況を判断できるくらいになっておけば、もう俺は無敵だ。年収10億の女の保険金だけじゃない、さらにその女の会社のサイクルごと奪えて、毎年10億円規模の金額が入ってくることになるわけだ。最高だろ。うまくいけば最高だったかもね。あ？で、今後はどうするの？変わらずお前と過ごすよ。どうしてそんなことができると思う？お前はいつも俺の言いなりだし。わざわざ自分の計画話した相手と今後も一緒にいられるってどうして思うのよ。そんなの口封じすればいいだけ。どうやるの？それは、とにかく口封じだ。だからどうやってよ。ん？何？いつもみたいなアイディアないの？はあ、成功することしか考えてなかったような感じね。うるさい。どうにかしてお前のことをやっちまえばいいんだよ。このラインはお前しか見てないだろうしな。え？なんだよ。いやいや、ここに警察いるけど。どうしてこれだけ計画をペラペラと話しているのに、私が警察に連絡しないと思ったのでしょう。それに私の両親もここにいるのに。なんか頭よさげな雰囲気出しておいてかなり残念ですよね。口封じって簡単に言いましたけど、何をしたかったのか。この時点でもしかして凛太郎って頭がそんなに良くないのかもしれないということが分かりました。いや、そもそも本当に頭が良ければ人のことを手にかけようとなんてしませんよね。いや、ここは病院だし、そんなのはったりだろ。本当、お母さんが呼んだ。あなたを別室に入れておいたのも何か私に危害を加えるかもしれないからだよ。なんでお前の両親がいいんだよ。搬送された時に一緒に来たって言うけど見てなかったの？知らねえよ。ええー、
警察にこのライン見られてんのか。うん。じゃあそろそろその部屋に行くでしょうね。しかも自分からこんな文面っていう残るところに計画しっかり書いてくれたし。俺はこれからどうなんだよ。そりゃ捕まるでしょ。いや、そんなことしたら俺のプライドが。知らないわよ。そもそもこんなことする時点でプライドも何もないでしょ。あるに決まってんだろ。あるからそこまでの行動をしてるんだよ。警察に捕まったらみんなにリスペクトしてもらえないじゃんかよ。未遂の時点で終わってるわよ。慰謝料と結婚式費用はちゃんと払ってね。金なんて今あるから払ってやるよ。うるさいな。そんなことよりどうしよう。あ、でも捕まったらしばらく払ってもらえないわね。あ、釈放されるまでの時間は払えないだろうし。いやだから俺捕まりたくないって。なんとかしてよ。なんで加害者にそんな手を貸さないといけないわけよ。無理無理無理。お前だって俺のこと愛してんだろ。愛してない。あ、なんで私を手にかけたのにまだ関係性が続くと思った。はあ、もういい。警察来た。ほら早く行きな。無理。やだやだ。お前絶対許さないからな。もう今後一生会わないと思うけどね。いや、会える。お前の会社に行けば。そうやってなっちゃうかなって思ったからさ。私はあの会社の株主になる。もう社長は辞める。あ、残念だったね。あなたがあんなにつきたかった社長の座、誰かのところに行っちゃうね。おい、マジでふざけんな。俺によこせ。改心したら考えてあげる。まあ一生会わないし、そんなこと絶対ないから無理だけどね。じゃ、そういうことで。おい、本当に待って。頼むから。おい、マミ。こうして私と凛太郎の関係は終わりました。カリスマ性とか人に敬ってもらうのをすごく求めていたようですが、犯罪を犯して手に入れた、そんなものは偽りですよね。凛太郎はいつも私に料理を作ってくれていたのですが、その中に必ず薬を混ぜていたようです。その量をだんだんと増やしていったみたいで、たまたま結婚式当日と私の体が限界のタイミングが重なってしまったんだとか。これ以上薬を変な飲み方をしなければ特に問題はないとお医者様も話してくれましたし、こうして今私は生きています。薬というものは少し怖く思うようになってしまった部分はありましたが、とにかく生きててよかったです。私は会社を今働いてくれている頼もしい女の子に託し、株主になることにしました。人前に立たなくても生きていけるだけの財産とお金の回し方が分かるようになったので、これからは属性から離れたのんびりとした生活をしていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私可愛いから院長からも可愛がられちゃって。私が院長夫人になるんで、奥さん離婚してくれます？は？驚いて何も言えませんか？私たちずっと付き合っていたんです。だから邪魔者の奥さんはどこか行ってくれます？私の名前はアキナ。今回は旦那トモハルの不倫相手であるミカコの話です。こちらがそのミカコ。ミカコは私の旦那の病院で働く看護師であり、可愛いと評判の子のようです。旦那の病院の事務で働く私の耳にも入ってくる人ですが、ドキュンとしても有名な看護師だったりします。まあドキュンな看護師でもしっかり仕事をしてくれていればいいんですけどね。だからあまり深く考えていませんでした。でもまさかあんなことになるなんて。それではミカコとのやりとりをご覧ください。奥さん、ちょっといいですか？私院長に可愛がられているんですよね。はい。院長も奥さんみたいなおばさんじゃなくて、私みたいな可愛い子の方がいいと思うんですよ。だから離婚してくれません？は？だって私の方が見た目もいいし、っていうか私可愛いからモテちゃってモテちゃって困っちゃうんですよね。そろそろ身を固めたいなと思っていたんで。院長夫人だったらそれなりに贅沢に暮らせるでしょ。うちの院長年収額億円だって聞いたことがありますし、そういうセレブな妻って私の方が似合うと思うんですよね。あなた本当に何を言ってるの？旦那と不倫をしてるとでも言いたいわけ？ようやく言葉が通じました。院長、私のことを可愛がってくれてるんですよね。だから奥さんから離婚を切り出してあげてくれません？奥さんだって院長には幸せになってほしいですよね。
だったらあなたみたいなおばさんと一緒にいることが幸せじゃないって分かってくれます？あなたは人に対しての言葉遣いとかが全然分かっていないようね。あなたのことで問題がいくつか上がっていたけど、仕事をちゃんとしてくれているならと思って目をつぶってたのよ。私問題行動なんてしたことがないんですけど。そう思っているのはあなただけでしょ。いくつもクレームが来ているのよ。まさか私の旦那にまで色目を使うなんて思っていなかったけど、だいたいあなたは旦那から可愛がられているって言うけど、旦那は看護師や医師に対して贔屓をするような人じゃないから。それだけ私のことが可愛いってことでしょ。院長に相手にされないからってひがまないでもらえます？ちょっとは人の話を聞いた方がいいんじゃないかな。思い込みの強さだけで言ってこられると正直話し合いをしようって気がなくなる。念のため旦那にも美香子からのメッセージ内容について聞いてみました。でも旦那は美香子って誰？とまさかの認識すらしていなかったんです。旦那は看護師たちにお疲れ様などのねぎらいの言葉をよく言います。もしかしたら美香子もその言葉で私好かれてると勘違いをしてしまったのかもしれません。もしそうだとしたらすごくおめでたい人だなって思いますけどね。旦那を疑っているわけじゃありませんが、美香子のように思い込みの激しい人もいるんだと私も旦那も改めて思い知らされた気がします。美香子のことは旦那が対応すると言っていたのですが、私が止めました。男女間で対応しようとするとトラブルになると思ったからです。ねえ、いつになったら院長と離婚してくれるんですか？一つ言っておくけど、旦那はあなたのことは認識していなかったわ。あなたの名前を聞いても誰のことか分かっていなかったのよ。そんなはずないでしょ。だって私は可愛いもの。他の男性もみんな私のことを可愛いって言ってくれるんだし、院長だって私の可愛さに気づかないはずないでしょ。どこからその自信が来るのかは分からないけど、みんながあなたのことを気に入るわけじゃないのよ。他の人はあなたのことを気に入っていても旦那は違ったってこと。あなたが勘違いをするのは勝手だけど、旦那に迷惑をかけるのはやめてくれる？なんですかそれ。私のどこが院長に迷惑をかけてるって言うんですか？奥さんこそ院長に捨てられたからって私に八つ当たりするのはやめてもらえます？あのね、あなたは自分の状況を分かってるの？私の旦那といい仲だって言いふらされて、私はあなたを訴えることもできるのよ。ありもしないことを言いふらされて、もし病院の業務に影響が出たら、あなたは賠償金を支払えるの？あなたが本当に私の旦那と関係があるなら、私からあなたに慰謝料請求ができることも分かってる？それは。それに、あなたは私の旦那にちょっかいを出す前に、自分のトラブルを解決することを考えたら？あなた、この前退院した人と不倫をしていて、奥さんから慰謝料請求をされているんでしょう。どうしてそれを？病院にも連絡が来たからよ。お宅の病院の看護師は退院後のアフターもあるのかですって。びっくりしちゃった。うちの病院にないサービスをしてくれているんだもの。他の看護師に聞いてみても、美香子は人の彼氏や旦那にちょっかいをかけることが多いそうです。そのため看護師の間でもトラブルになっていることが多いと聞いています。私の旦那に気に入られたという話についても聞いてみましたが、あれ、美香子が勝手に言ってるだけですよと言われました。やっぱり予想通り、私の旦那が挨拶をしたことで私は気に入られたと勘違いをしていたようです。そこまで単純な思考でよく看護師になれたなと少し感心してしまいます。旦那を疑っていたわけじゃありませんが、美香子の勘違いだったことが分かって本当に良かったです。いろいろと調べていくうちにシャレにならないこともしていたので、他の人と話し合った結果病院を辞めてもらうことになりました。それなりに仕事ができる人ではあったので、ちょっと残念ではありますけどね。ただ仕事ができてもトラブルメーカーであればちょっと困ります。これ以上トラブルの種をまき散らかされる前に辞めてもらおうということです。ちょっとどういうことですか？どうして私が病院を辞めないといけないんですか？あなた経理の人とお付き合いをしているそうね。
そこであなたは自分にお金を流してもらっていると。え？どうして？ちょっと調べればわかるようなことでしょう。安心して。あなただけじゃなくて、経理の方も仲良く解雇になるから。ある意味、あなたが私の旦那を狙ってくれたおかげでわかったことよ。トラブルばかりだから、いろいろと調べてみようと思わされたのよ。他にもいろいろとやってくれているわよね。しっかり病院から賠償請求もさせてもらうから、覚悟をしておいてね。あなたは可愛いから何でも許されると思っているのかもしれないけど、世の中そんなに甘いものじゃないのよ。ちょっと待ってください。はい？今さら何を待てって言うの？自分勝手にいろいろと好きにやっておいて、都合が悪くなったら待ってくださいって、おかしいんじゃない？賠償金という言葉が、美香子をためらわせたのでしょう。でも、ここで反省しても遅いです。反省すべき時間はとっくに終わってしまったんですから。旦那にもしっかりと話をして、美香子や横領に手を染めた人はきちんと処分することに決まりました。いろいろと調べると、それはそれは誇りばかりが出てきましたね。中にはどうしてバレなかったんだって言いたくなるようなものもありましたね。こんなの不当解雇じゃないの。私はちゃんと仕事をしていたはずでしょ。自分の旦那が奪われそうだから私をクビにしたいんでしょ。そういうの職権乱用って言うんじゃないの。今回の解雇に関することであなたが私に言った妄言は関係ないです。あなたがこれまでにやらかしたことでクビが決定したんですよ。だから人のせいにしないでもらえます。はっきり言ってあなたは自分のことを過大評価しすぎです。確かにあなたは可愛い部類に当てはまるでしょう。でも中身は最悪ですね。外見よりも中身を磨くことをおすすめしますよ。その後、美香子は病院を辞めました。というより辞めさせられたんですけどね。他にも美香子と一緒に悪さをしていた人が解雇になりました。看護師の間でも結構評判になったそうですけど、私は気にしませんでした。美香子が不倫をした男性の奥さんが一度押しかけてきましたが、病院を辞めたということでお引き取り願いました。それから病院は平和です。トラブルメーカーがいないだけでこんなにも平和なのかって他の看護師たちと話してしまうほどには何もないですね。ちなみにその後の美香子についてですが、病院で働く看護師が一度だけ見かけたそうです。看護師ではなくキャバクラで働いていると聞きました。どうやら慰謝料などの支払いで昼食では追いつかないと考えたらしいです。まあどこで働こうと美香子の勝手なのでどうでもいいんですけどね。ただ本人としては不本意らしく、看護師とばったり遭遇した時は慌てて逃げたそうです。バカなことをしなければ普通に病院で働けていたはずなんですけどね。自分の可愛さを過信した結果、泥沼にはまっているのだからどうしようもありません。ちなみに美香子は自分が委員長に気に入られていると言っていたそうですが、他の看護師は誰も信じていませんでした。仕事ができるからって 100% 信用できるわけじゃないんだなって思わされました。まあでも美香子のような人は特殊だったんでしょうけどね。他に美香子のような人が出てこないことを祈ります。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺、結婚するから。はぁ？離婚して1週間でしょ？ってその前に元妻の私に報告とかありえないんだけど。美奈子って言って可愛い女なんだよな。お前とは大違い。え？その人って。私の名前はアキコ。今回は元夫ユータの話です。こちらがそのユータ。ユータとは1週間前に離婚をしました。原因はユータの不倫です。離婚したと同時に不倫相手とは別れたと聞いています。まあ私としては慰謝料ももらっているので、離婚後に別れていようが別れていまいがどうでもいいですけどね。でもまさかあんなことになるなんて。それではユータとのやりとりをご覧ください。俺、結婚することになったからよろしく。は？離婚して1週間で再婚？ある意味すごいね。まあ男は女みたいに再婚するまでに期間を置かなきゃいけないとかないし。別にあんたが再婚しようとどうでもいいけど、わざわざ報告とか。不倫相手とは別れたって聞いたけど、あの人と再婚するわけ？いや、
美奈子ちゃんって言ってめっちゃ可愛い子。出会って3日なんだけど、あの子となら幸せな家庭ってやつを築けるかなと思って。うーわ、出会って3日とか。まああんたがいいならそれでいいんじゃない。お前も羨ましくて仕方ないだろう。は？羨ましいってどうして？お前は再婚したくてもまだできないもんな。いや、離婚したばかりなのに再婚とか普通は考えないでしょ。しかも不倫相手じゃなくて別の女性なんて気持ち悪いよ。よくそんなに次から次に女性を引っ掛けられるね。引っ掛ける方も引っ掛ける方だけど、引っ掛かる方も引っ掛かる方だわ。ってことで別にあんたのことは羨ましくもなんともないから。は？まさか私が羨ましがると思って連絡をしてきたの？だとすれば1週間前以上にドン引きだわ。昔からそうやってわけのわからないことでマウントを取ろうとしていた節はあったけど、まさか離婚後もしてくるとは思わなかったよ。うるさい！俺は美奈子ちゃんと再婚して幸せな家庭を作るんだ。幸せな頭にならもうとっくになってると思うけどね。それに本当に幸せな家庭を築けるのかな？は？お前やっぱり俺に嫉妬しているんだろう。だからそんなひがみみたいなことを言うんじゃないか？だから違うってば。むしろあんたと美奈子さんって人の再婚は心から祝福してるよ。え？そうか？元夫は気づいていないようです。とりあえず元夫を助けるつもりはないので、知っていることは教えませんでした。結婚したら嫌でも知ることになるでしょうけどね。たった3日で結婚を決めるなんて正直どうかしているんじゃないかと思いました。中には0日結婚とかしている人もいるでしょうが、元夫の例は決してそういう人たちとは同じではありません。芸能人でも交際期間が短くて結婚する人はいますが、フィーリングが合うなど様々な理由があります。でも元夫の場合は違います。その場の勢いで結婚しようとしているだけです。結婚に対して真剣に考えていないから、1週間前に離婚したばかりなのに再婚なんてできるんでしょう。結局再婚しても同じことの繰り返しだと思うんですけどね。次に元夫から連絡が来たのは再婚した後でした。かなり切羽詰まっているような様子がメッセージ越しでもわかるほどでした。どうしよう、俺やばいことになった。はあ？再婚したんだけど再婚相手が借金持ちで、しかも俺の名義で借金しまくってたみたいで。だってあんたが言う美奈子さんって有名じゃない。え？その人何度も結婚と離婚を繰り返している人だよ。その度に再婚相手に借金を押し付けるんだって。え？近所では有名な人だったよ。そんなことも知らなかったの？あ、ごめん、知っていたんだよね。知っていて温かい家庭を築くって言ってたんだよね。いや、それは。まさか再婚する人が借金持ちかどうかも調べなかったの？まあ出会って3日だったら調べる暇はないか。でも離婚歴くらいは分かりそうなものだけどね。ある意味あんたとお似合いの人じゃない。よかったね、理想の相手と出会えて。ああいう人が理想ならそりゃ私とはうまくいかないよね。普通に考えて常識がない人とうまくいくはずないもんね。ふざけんなよ。相手がそんなやつだって知っているなら教えてくれてもいいじゃないか。え？は？いやなんで教えないといけないの。あんたの再婚相手でしょ、自分で調べなさいよ。っていうか、たとえあの時に教えていたとしても素直に聞いてた？ひがみとか妬みとか言って私をバカにしたでしょ。それはそんなことはないって言わないで。そんなくだらないタラレバに付き合うつもりは一切ないから。ちなみに美奈子さんとやらの再婚を聞いて、ご近所さんはまた再婚ですって。私が知っているだけでも5回目よと言っていましたね。一部の人は私の元夫だと知っているので大丈夫なのと言ってきましたが、適当にごまかしていました。円満離婚だったらともかく、こじれた離婚をして元夫のために何かをしてあげようなんて考えるはずがありません。慰謝料はもらいましたが、はっきり言って不倫されたことを許してはいません。性格が悪いと言われるかもしれませんが、私は元夫が美奈子さんに騙されてよかったと思っています。だってある意味元夫に対する仕返しができたのですから。だから正直、元夫が美奈子さんと再婚をすると言った時はメッセージを打ちながら笑っていた部分があります。自分にこんなひどい一面があるんだなって思いましたが、元夫に対してだけなので別にいいかと自己完結しました。なあ、再婚したばかりなんだけど美奈子が帰ってこない。電話もつながらなくなっているし、どうすればいいんだ。あのさ、私に何て言ってほしいの。え？
大変だったねとでも言ってほしいの？でも私にそんな言葉を期待しているなら笑えるんだけど。不倫して離婚した元妻に慰めてほしいの？どこまで自分勝手なのよ。いや、なんていうか心配してくれるだろうと。はあ？どうして私があんたの心配しないといけないの？自業自得でしょ。自分で私を捨てておいて都合が悪くなったらすり寄ってくる？自己中の極みみたいなことをしないでくれる？私はあんたがどうなろうとどうでもいい。むしろもっと地獄を味わえばいいとさえ思っているから。美奈子さんは元夫に借金を押し付けるだけではなく、新規の借金をしてから逃げ出したそうです。元夫が仕事をしている間に家の中が空っぽになっていたと聞きました。それだけではなく、離婚届も置かれていたそうです。再婚してわずか1ヶ月足らずで離婚をするなんて、最初からお金のために騙そうとしていたことがうかがえます。借金は元夫の実家が支払ったそうですが、桁違いの金額だったために感動されたと聞いています。しかも遺言を残されているらしく、元義父母が亡くなったとしても遺産が元夫の手に行かないようにされているようです。元義父母は少々裕福な家なので、借金を返済することができたんでしょうね。ただ元義父母の老後資金がごっそりとなくなったことでしょう。元夫も遺産を当てにしていた部分があるようなので、それが手に入らないと分かって動揺していると聞いています。まあどれもいいんですけど、むしろ元夫の手に遺産が行くより、元義父母が寄付でも何でもしていた方がよほど世の中のためになるんじゃないかと思いました。なあ、やっぱり俺にはお前が必要なんだよ。だからやり直さないか？あんたとやり直す？いや絶対に無理だよ。それなら一生独身の方がまだいい。あんたとやり直すってどんな罰ゲーム？私そんなひどい罰ゲームを受けるようなことはした覚えないんだけど。罰ゲームとか言うなよ。どうしてそんなひどいことを言えるんだ。は？あんたが不倫したからでしょ。私の信頼を裏切ったからでしょ。そんなこともわからないの？私はようやくあんたから解放されたの。女癖が悪いせいで何度浮気や不倫を我慢させられていたか。でも離婚して思った。どうしてもっと早く離婚していなかったんだろうってね。ほら、なんていうか洗脳みたいな状態だったのかな。前に不倫された時は離婚って思わなかったのに、あんたに対して期待しなくなってからだと離婚しようと思えたんだよね。つまり？二度と連絡してくるなってこと。あんたはもう私の人生にいらない、必要ない人なの。だからあんたは自分を必要としてくれる人をまた見つけたら？女を見つけるのは得意でしょ。その後私はスマホを契約し直しました。はっきり言ってブロックしただけでは、別のスマホなどで連絡をしてくる可能性もあったからです。それに元義父母にも知られているので、完全に関係を断つためにスマホを契約し直すという方法を取りました。知り合いに新しい電話番号やアドレスを教えるのが面倒ですけどね。ちなみに美奈子さんは別の件で詐欺罪で逮捕されていました。結構メディアを騒がせていたので、結婚していた人以外にも被害者がいたんだなぁと驚きましたね。そして私は離婚から4年後に再婚をしました。喧嘩もしますが、元夫と違ってこちらに寄り添ってくれるので長く続きません。すぐに仲直りをして、友人からも仲が良すぎとからかわれるほどです。元夫とは得られなかった幸せな家庭を作ることができて本当に嬉しいです。あの時の苦労があったからこそ今こうして幸せを感じられるのかもしれませんけどね。でもそれでも元夫のせいで苦しい思いをしたのは事実なので、感謝なんてしません。元夫に感謝するくらいなら、今の夫と出会えた自分の運の良さに感謝したいくらいですからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。お母さん、いつまでたかしにべったりなんですか？もっと子離れした方がいいと思いますよ。え？たかしは私のものですから、これ以上関わらないでください。私の名前は翔子。今回は義理の娘あかりさんの話です。こちらがそのあかりさん。私にはたかしという息子がいます。夫を病気で亡くしたため一人息子のたかしがいます。夫を早くに亡くしたこともあって、自分でも親バカの自覚はあります。ただ過剰に甘やかしているつもりはありません。無条件でわがままを聞いてしまえばたかしにとって良くないと分かっているからです。たかしは結婚してあかりさんと暮らしています。だけどまさかあんなことになるなんて。それではあかりさんとのやりとりをご覧ください。お母さん、ちょっとお話があるんですけどいいですか？
どうしたの？もしかしてたかしがまた何かやらかしちゃった？この前は家事を手伝ってくれないって話だったわね。一応私からも注意はしておいたんだけど。それがいけないってわかったんですよ。え？たかしが何もしないのはお母さんの過干渉があるから。過干渉のせいでたかしがダメになっているんです。たかしと結婚したのは私ですよ。だからもうたかしは私のもの。これ以上関わらないでください。いろいろと反論したいことがあるんだけど、どういうこと？過干渉だと言われるほどあかりさんとたかしの家庭に踏み入ったことなんてなかったわよね。私の方からあかりさんの家に行くこともなかったし、あかりさんが相談をしてきたことだけ私はたかしに注意していたはず。それなのにどうして過干渉って言われなきゃいけないの？今じゃなくてお母さんの育て方が悪かったんです。だからたかしはあんなに何をするにしても嫌がるんです。私の子育てが正解だとは言わないけど、それでもあかりさんに子育てが悪かったなんて言われる筋合いはないわよ。夫が亡くなってからしっかり子育てをしようと決めていて、たかしは自分でいろいろとするようになったわ。じゃあどうして私がお願いしても言うこと聞いてくれないんですか？これは黙っておこうと思ったんだけどね。あかりさんはいつも切れ気味にお願いをしてくるから、たかしも気分よくお願いを聞くことができなかったみたいよ。私が怒るのはたかしが何もしないからですよ。いつも怒っているような言い方はやめてください。いつも怒っているんでしょ？たかし、どうやってあなたがいつもお願いをしてくるのかを録音までしていたのよ。あかりさんとたかしの問題だから口出しをするのはやめようと思っていたんだけど、あなたがそんなことを言うなら仕方ないわよね。たかしはあなたから何を言われているのかを録音してまで私に SOS を出してきたということなの。意味わからないこと言わないでください。とにかくたかしさんは私のものなんだから、お母様余計なことをしないでくださいね。余計なことはしていないんだけどね。あかりさんがそんな風に私の話も聞かずに全否定するならもういいわ。私からも全てにおいて関わらないからとしか言いようがないわ。それでいいです。お母さんに頼らなきゃいけないことなんてないですから。それからあかりさんとのメッセージのやり取りは途切れました。まあ我が息子ながらとんでもない人をお嫁にしたものだと苦笑してしまいますけど、私も最初は猫をかぶった状態のあかりさんに騙されていたんだから、たかしのことばかり言えませんけどね。たかしから何度も連絡は来ますが、事務的な対応しかしていません。あかりさんに関わるなと言われたとたかしに言うと、ありえないだろうあいつと呆れていました。それにあかりさんはたかしのことを私のものと言っていました。どれだけ大きくなってもたかしは私の息子です。だから物扱いされていることには少々腹立たしくなりましたけどね。だからたかしにはきちんと言っています。あかりさんと結婚している以上、何か相談に乗ったとしても私が言われる。愚痴ばかりしか出ない関係なら離婚も視野に入れるべきではないかと。たかしは変に気が弱いところがあります。そのためあかりさんに言い返したくても言い返せない部分があるのでしょう。だから少しの反発心としてあかりさんからのお願いなどをいやいやしているのでしょう。たかしも普通に言ってくれたら俺だって頑張ろうって思えるんだけどねと言っていました。今回のことで分かったのですが、あかりさんはかなり我が強い人です。だからこそたかしも強く言えないのでしょうね。その点は少したかしが情けないと思ってしまいますけど、そんな時でした。医者をしていた祖父が亡くなり、私は5億円の遺産を相続したのです。突然亡くなったこともあって手続きなどでバタバタとしていましたけど、落ち着いた頃にあかりさんからメッセージが届きました。お母さんも一人で大変ですよね。私が食事を作って持って行ったり掃除でお邪魔をしたりしましょうか？結構よ。祖父とは別々に暮らしていたから一人で暮らしているのは今更。たかしから聞いているわよ。私が祖父の遺産を相続してからいろいろと企んでいるようだって。またたかしが余計なことをしたんですか？私はお母さんのためを思って言っているのに。祖父の遺産を相続してから、随分と都合のいいタイミングね。たかしから相続金額を聞いてごますりでもしようってことでしょ？そうじゃなきゃこのタイミングで連絡なんてしてこないわよね。私とお母さんは家族でしょ？だから仲良くするのは当たり前だと思うんですけど。そうね。だけどあかりさんが言ったのよ、関わらないでって。だから私も全てにおいて関わらないって言ったでしょ？
自分の言っていることを覆しているのはあかりさんの方なんだけど。それは。あと、私がたかしから聞いていないと思っているの？今、たかしから離婚を突きつけられているんでしょ？どうしてそれを？まさかお母さんがたかしに私と離婚するようにって言ったんですか？うちばかりしか出ない関係なら離婚も考えるべきとは言ったけどね。絶対に離婚しなさいとは言っていないわよ。たかしなりにしっかり考えて出した答えだと思うわ。お母さんが余計なことを言うからたかしが離婚なんてことを考えるんじゃないですか。余計なこと？だったらあかりさんはたかしが自分の考えを持たないままあなたの言いなりで生きていけばいいってこと？そんなことは言ってないじゃないですか。私はたかしと温かな家庭を築きたいと思って。毎日ガミガミ言っていることが温かい家庭なの？それってあかりさんにとって都合のいい家庭の間違いじゃない？言っておくけど、私はたかしが離婚を選ぼうと選ばなかろうとあかりさんと付き合いを続けるつもりはないから。あなたが言ったことでしょ。自分の言葉には責任を持ちなさい。自分でも大人げないとは分かっています。だけど私が遺産を相続した途端に態度を変えてくることが許せませんでした。ただこれが遺産を相続する前にあかりさんの本性が分かったからよかったのですが、相続後だったとしたらゾッとします。たかしもあかりさんとは離婚をすることを決めたそうです。たかしが実家に戻ってきてから分かったことですが、どうやらいろいろと自信がなくなるようなことばかり言われていたようです。そのためメンタルクリニックに通わせたのですが、うつ病と診断されてしまいました。うつ病になってしまうほどあかりさんとの生活が苦しかったのでしょう。そこまで放ってしまったことが申し訳ないと思うと同時に、あかりさんに対しての怒りもこみ上げてきました。だからあかりさんのご両親と話をすることにしたんです。予想通りあかりさんは離婚についてたかしを悪者にしていました。最初はあかりさんのご両親も私の言うことを信じてくれなかったのですが、たかしが録音したものを聞かせると信じてくれました。あかりさんのご両親もこれはひどいというほどの暴言ばかりでしたね。私も初めて聞いた時は腹綿が煮えくり返ったほどです。さすがにこの録音されたものを聞いてから、あかりさんのご両親は離婚に反対をしなくなりました。あかりさんはご両親が味方をしてくれると思っていたのでしょう。離婚に反対されなくなったことで、ちょっとお父さんたち、私は悪くないでしょうと叫んでいました。お母さんどういうつもりですか？そんなに私とたかしを離婚させたいんですか？そんなことは思っていないよ。最初はあかりさんのような娘ができるんだと嬉しかったからね。だけどそれを壊したのはあなたでしょ。過干渉ではなかった私にひどいことを言って、たかしにもひどいことを言って、あなたは自分に都合のいい夫が欲しかったからたかしと結婚したの？そんなことあるはずないでしょ。私はたかしを愛していますし、お母さんとも。だったらどうして関わらないでって言ったの？祖父の遺産を相続したタイミングで仲良くと言われてもね、お金目当てでしょうとしか言えないのよ。私は女で一つでたかしを育てたから親バカなところもあると思う。だけどあかりさんに過干渉や育て方を間違ったと言われるような育て方はしていなかった。あなたも母親になればわかることがあるでしょう。理想論だけで育児はできないってことが。ただあなたがたかしの子供を産むことはないでしょうけどね。たかしが離婚を決めているから私はたかしの決断を応援するだけ。それからもあかりさんは何度も私のところに来て、たかしとやり直したいと言ってきました。だけど彼女は気づいていないのでしょうか。本当にやり直したいのであれば私に相談をするのではなく、たかしと話し合うべきだということに。きっとあかりさんは無意識でたかしを軽んじているのでしょうね。そんなあかりさんに対して私は呆れを通り越してしまったような気がします。結局それから間もなくたかしとあかりさんは離婚をしました。最初に揉めてから1ヶ月後のことでした。離婚をするって早いんだなと思いました。たかしは離婚後アパートを借りて一人暮らしをしています。実家で暮らせばいいのにと思ったんですけどね。たかし曰く、実家で暮らすと甘えてしまいそうだからと言っていました。あかりさんの方は実家で暮らしているようです。何度かたかしのところに突撃をして彼女のご両親に連れ戻されているようですね。きっとあかりさんもたかしのことは好きだったんでしょう。だけどその気持ちに気づくのが遅かったですね。だってもう離婚をしているんですから。
失った後で気づいても意味がありません。あかりさんがたかしとやり直す未来はありませんが、いつかきちんとあかりさんが今回のことを生かして反省してくれることを願っています。短期間とはいえ、私の娘だった女性ですからね。離婚をして他人に戻ったとしても、いつか幸せになってほしいという気持ちは残ってしまうんです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。あなた一体何を考えてるのよ。今日が何だったのか分かってたでしょ。仕方ないだろ、麻雀に誘われてどうしても断れなかったんだから。あなた全然反省してないのね。もういいわ、離婚しましょう。私の名前はミサ。今回は夫タケルの話です。こちらがそのタケル。私たちにはヤマトという息子がいます。正直タケルは父親としては微妙です。なぜなら自分のギャンブルを優先することが多いからです。でもまさかあんなことまでするなんて。怒りというよりも呆れる気持ちの方が強くありました。それではヤマトとのやりとりをご覧ください。ねえ、今どこにいるの？もうすぐタケルの運動会が始まるよ。ああ、そのことなんだけど、行けないわ。は？どういうこと？今日のために有給を取っていたんじゃないの？今朝聞いたら休みだって言ってたよね。そうなんだけど、友達から麻雀に誘われてさ。タケルの運動会は来年もあるだろ？だから今年は行けないわ。あなた何を言ってるの？それこそ麻雀の方がいつでもできるでしょ。いつ集まれるかわからないメンバーなんだよ。俺だって人付き合いを優先させたい時があるんだ。人付き合いを優先させたい時もある？普段から人付き合いばかりで家族サービスの一つもしないくせに。優先してばかりなのに普段は我慢してるみたいな言い方しないで。タケルがどれだけ今日を楽しみにしているか知ってたでしょ。それなのに麻雀を優先するっていうの？うるさいな。俺は普段仕事を頑張ってるだろ。家族サービスなんてそれだけで十分じゃないか。タケルの運動会なんて録画を見ればいいだろ。あなたそれでも父親なの？ねえ、返事をしてよ。結局ヤマトから返事が来ることはありませんでした。来ると言っていたはずの父親の姿がなくて、タケルは落胆していました。今日は義父母や両親もタケルの運動会を見に来てくれることになっていて、ヤマトが来ないことを疑問に思っているようでした。だからタケルのいないところで事情を話しました。タケルにはお父さんは仕事が入ったんだってとしか言えませんでしたし、だって楽しみにしていたのに、お父さんは運動会より麻雀の方が大事なんだってなんて言えるはずがありません。義父母と両親はヤマトのしでかしたことに呆れているようでした。私の両親の方に関しては激怒と言った方が正しいかもしれません。正直私はヤマトと顔を合わせることも嫌でした。そのためしばらくは実家に戻ることにしたんです。タケルも久しぶりの私の実家に喜んでいるようでした。義父母としては止めたかったんでしょうけど、ヤマトのしでかしたことを考えると止めたくても止められないという感じでしたね。おい、なんで家に誰もいないんだよ。おい、返信しろよ。ふざけてんのか？マジで怒るぞ。あなただって麻雀を優先して返信しなかったじゃない。それなのに私だけ返信をしなかったら怒られるの？あ、いや、それは麻雀が始まりそうだったから。私はもうあなたと会いたくない。しばらく実家に戻ることにしたから。もちろんタケルも一緒にね。は？俺の飯はどうなるんだよ。それしか言うことがないの？運動会のこと本当に何も悪いと思ってないんだね。あなたの両親も呆れてたわよ。私の親に関しては激怒って感じだったかな。え？親も来ることになってたっけ？何度も言ったじゃない、あなたはスマホゲームに夢中でちゃんと聞いてたかは知らないけど。何？もしかして親が来ることが分かっていたら麻雀に行ってなかったの？つまり反省なんて全然してないってことね。もういいわ、離婚しましょう。は？これ以上あなたの行動でイライラしたくないの。タケルだって運動会を楽しみにしていたのにね。今後もこうやって裏切られ続けるのかと思ったらもううんざり。あなたとはやっていけない。ふざけるな。たかが麻雀に行ったくらいで。子供の行事で同じものなんてないの。
運動会はあっても今年の運動会はもうやってこない。来ると約束していたのに来ないと分かった時のタケルの気持ち分かる？どれだけあの子が悲しんでいたかなんて考えもしないんでしょう。それはタケルはあなたが仕事で来られなかったって思ってるわ。でも納得はできないよね。これからもタケルを悲しませるんだろうなって思ったらもうあなたとはやっていけないの。離婚してちょうだい。そんなの納得できるはずないだろ。でもあなただって私たちが納得できないことを簡単にするじゃない。裏切る方は気楽でいいわよね。裏切られる側の気持ちなんて全然分かってないんだから。待ってくれよ。今回はさすがに悪かった。もうこんなことはしないから。運動会に関しては初めてだけど、旅行の約束とか破ったのは一回だけじゃないでしょ。あなたのもうこんなことはしないからって言葉は信用できないの。自分で信用を崩し続けていたんだから今回のことは自業自得でしょ。あなたは好きなだけ麻雀でも何でもしていれば家族のイベントよりも優先する大切な仲間なんでしょ。いやそういうわけじゃないよ。今回はたまたまだったんだ。そう？でもあなたがギャンブルを理由にするのは初めてじゃないでしょ。これまでも麻雀や競馬、パチンコって理由をつけて私たちをないがしろにしてきたじゃない。もううんざりだって言ったでしょ。あなたにできることはもう何もないの。おとなしく離婚に応じること以外にはね。そんな、今回が初めて、せめて数回目であれば離婚なんて考えませんでした。でも結婚して何度も同じようなことをされています。タケルの保育園の卒園式だってヤマトはパチンコで狙い目の台があるからと参加しませんでした。タケルの学校行事に参加したことなんてはっきり言ってありません。だからこそタケルは今回の運動会を楽しみにしていました。普段は忙しいお父さんが来てくれるんだと義父母や私の両親にも嬉しそうに話していたことを知っています。そんなタケルの気持ちも踏みにじるなんてもう我慢の限界です。そんなにギャンブルが好きなら勝手に一人でやっていればって感じです。本当にごめん、もうしないから。遅いって言ってるでしょ。言葉の謝罪で許せる範囲は過ぎてるのよ。こんな調子だったらもし私やタケルが事故に巻き込まれても麻雀を優先しそうで怖いの。私が入院した時にタケルを放置して麻雀に行きそうじゃない。そう考えたらもう怖くてあなたと一緒にいられない。そんなことはしないよ。どうして言い切れるの？あなたはタケルの運動会当日に麻雀に行くことを選んだのよ。実際にその場になってみたら家族よりも麻雀を優先する人だって考えられても仕方ないでしょ。それに私たちがいないと分かった時に飯って言ったよね。あなたにとって私はご飯を用意するだけの係なの？いやそういうわけじゃなくて。あなたの言い訳にはうんざりする。私は離婚の意思を覆さないから。タケルにもお父さんと離婚すると思うと話すと受け入れてくれました。運動会のことも仕事じゃないとうすうす気づいていたそうです。私がついた嘘は余計にタケルを悲しませるだけだったんです。そのことが分かって正直申し訳ない気持ちになりました。タケルはもういいよ、あんなお父さんなんていらないと言っていました。まだ8歳なのにそんな言葉を言うなんてどれだけ傷ついてきたのでしょうか。悲しそうに言われた言葉にさらに胸を締め付けられる思いがしました。お前は自分のことばかりでいいのか。タケルだって俺と離れたくないはずだぞ。タケルは離婚について受け入れてくれたよ。今回のことも仕事じゃないってうすうす気づいていたみたいだし。え？タケルに必要とされてるって思っていたのはあなただけだったってこと。タケルはとっくにあなたのことなんて見限っていたのよ。父親だからってあなたはタケルが自分を慕ってくれるはずだって思ってたの？コミュニケーションも取らない父親なんて子供にとって必要？いらないでしょ？だってコミュニケーションを取らないなんていないのと同じなんだから。そんな。その後多少揉めましたが無事にヤマトと離婚することができました。離婚後は私の実家でタケルと私そして両親と暮らすつもりです。離婚をきっかけにフルタイムに変更してもらうことになったのでタケルには寂しい思いをさせますが私の両親がいるので一人になることはありません。
両親は孫と一緒に暮らせるということで喜んでいます。タケルも義父母より私の両親の方に懐いています。元義父母からはタケルに会いたいと連絡が来ますが、今は断っています。離婚直後でデリケートな状態なので下手なことはしたくないんです。もっとタケルの状態が落ち着いたら元義父母に会いたいかと本人に聞いてみるつもりですけどね。ただヤマトには会いたくないと言っています。タケルなりに裏切られ続けた結果、ヤマトを不必要だと思ったのでしょう。離婚して数年、タケルは夜になると泣いたりしていましたが、ようやく落ち着いてきました。気丈に振る舞っていてもタケルの心に離婚は大きな負担をかけてしまったんだなと反省しています。でもあのままヤマトと一緒にいることは考えられませんでしたけどね。ヤマトはギャンブルが原因で離婚されたと近所でも有名のようです。正解ではありませんが間違いでもないですね。今タケルは野球に夢中です。将来は野球選手になりたいと言っていて、子供の野球クラブで楽しそうにしています。元義父母とも会いたいとは言ってないので距離を置いています。このままタケルの心の傷が癒えることを祈るばかりです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。あなた千春と不倫をしていたみたいね。しかも彼女を妊娠させたって聞いたけど。そうだよ、俺は父親になりたいんだ。子供ができないお前なんかとは離婚だ、離婚。そう、でも彼女の秘密を一つだけ教えてあげようか。彼女は、私の名前はみゆき、今回は旦那直樹の話です。こちらがその直樹。直樹とは結婚4年目です。喧嘩はしますが仲直りをして普通にうまくやれていると思っていました。でも友人から信じられない言葉を聞かされたのです。それは私の地元の友達千春と旦那が不倫をしているということです。それでは直樹とのやりとりをご覧ください。直樹、全部わかってるから正直に答えて。あなたは不倫をしてるよね。は？とぼけなくていいって言ってるでしょ。相手は千春だってこともわかっているんだから。いや、ごまかさなくていいって言ったでしょ。千春が妊娠までしているって知ってるよ。そのことで直樹がどうしようって悩んでるってことも、私にどうやって離婚を切り出そうかって考えてるんでしょう。そうだよ、俺は父親になりたいんだ。お前と一緒にいても子供ができないじゃないか。結婚前も言ってたよな、俺は子供が好きなんだって。そうだね。でも不妊治療のこととか相談しても話を聞いてくれなかったよね。それなのにそうやって責任だけは私に押し付けるつもりなんだ。子供なんて自然にできるのが当たり前だろ。母さんもそうやって言っていたんだ。だいたい不妊治療の相談ってなんだよ。治療するならお前が勝手にしろよ。不妊の原因なんて女だろ。なんで俺まで巻き込まれなきゃいけないんだ。千春には普通に子供ができたんだ。だから離婚しろ、離婚。言われなくても離婚はするよ。ただ慰謝料はきっちりもらうからね。はあ？慰謝料をもらいたいのはこっちの方だ。お前みたいな妊娠できない欠陥品と結婚したんだぞ。詐欺じゃないか、詐欺。だからって不倫していいとでも？不倫を正当化するようなことを言わないで。離婚したいなら不倫する前に言えばよかっただけじゃない。不倫して子供ができたから離婚する？私はわざわざキープでもされていたってこと？ふざけないでよ。人をバカにするのはいい加減にして。千春とは仲が良かったのですが、地元を離れてからは疎遠になっていました。でも帰省した時は会っていたんですけどね。おそらく千春と直樹の出会いは私の地元に帰省した時でしょう。それくらいしか2人が会う機会はありませんから。千春に話しても、ごめんね、悪いとは思っていたんだけどと言っていました。悪いと思っているなら不倫なんてしないでほしいんですけどね。不倫を継続していた以上、悪いと思っていないのは丸わかりです。慰謝料を請求すると、これから子供にお金がかかるんだよと言われました。冷たい言い方かもしれませんが、私にとってはどうでもいいことです。だって旦那の子ではありますが、私の子ではありませんから。それに不倫によってできた子に対して配慮しろなんてズーズーしすぎです。そんなこともわからないんですかね。ちなみに義父母は孫ができたということで私に離婚を迫ってきています。私はそれなりに義父母に好かれようと努力していました。
病院の送り迎えだってしたし、いろいろとしていたつもりです。それなのに義父母は、子供ができたということで、不倫相手をかばうんですね。本当に情けなくなりました。それからすぐに離婚手続きに入りました。孫ができたということで、慰謝料なども義父母が立て替えてくれたんです。不倫相手の分まで慰謝料を立て替えたのだから、よほど嬉しいのでしょう。まあこれから知らせることで、どん底に落ちることになるでしょうけどね。これまでありがとう。お世話になったお礼に一つだけ教えてあげる。何？不妊の原因はあなただから。は？一度だけ検査に協力してくれたことがあったよね。あの時の検査結果、私はあなたに伝えていなかったでしょ。あれ、あなたが原因で不妊だって検査結果が出ていたからだよ。あなたを傷つけたくなくて伝えられなかったの。でもこんなことになるなら伝えておけばよかったね。少なくともあなたが原因なのに、私のせいで不妊だって責められずに済んだのに。え、いや、嘘だろ。嘘じゃないよ。疑うなら自分で検査をしてみれば。あなたは子供ができにくい体質でもなく、子供ができない体質なの。そのことあなたのご両親も知らないみたいだけどね。よかったね、父親になることができて。まああなたの子じゃないけどね。でもあなたの子は作れないんだから、他人の子でも仕方ないよね。じゃあ千春の子は誰の子なんだ。知らないよ。あなたは知らないだろうけど、昔から千春は男性にだらしないところがあったんだよね。だからあなた以外と関係を持っていたとしても不思議じゃないよ。そんな、親父たちも喜んでるんだぞ。どうしてそれを先に教えてくれなかったんだ。不倫をしたくせにあなたを気遣っていた私を責めるの。あなたそういう自分勝手な考えで父親になるなんて大丈夫？俺の子じゃないなら父親になんかなるはずないだろ。親父たちになんて言えばいいんだよ。千春の分の慰謝料まで立て替えてくれたっていうのに。そもそもお前が悪いんだ。お前が俺のことをちゃんと教えてくれていれば。私も伝えていればと思ったよ。でもそれを伝えてあなたが傷つくだろうなって思った。だからなかなか言えなかった。伝える内容が内容だし、気軽に言えるものじゃないんだよね。あなたは気軽に不倫をしたから私の気持ちなんてわからないでしょう。どっちにしても、もう私たちは離婚したんだから。あなたは誰の子かわからない子供の父親として頑張れば。そんな。元旦那は千春に連絡をしたのでしょう。千春からなんで余計なことを言うのよと抗議の電話が来ました。不倫しておいてよく言いますよね。それに、元旦那が子供が作れない体質というのは知らなかったようです。まあ当然といえば当然ですね。元旦那本人にも伝えていなかったので知らなかったくらいですし。千春の子が元旦那の子じゃないと分かったこともあり、元義父母が私にすり寄るようなことをしてきました。本当は離婚させたくなかったけど、子供ができたから仕方ないと思った。なんて都合のいい言葉ばかり言っていましたね。でも、それを受け入れるほど私はバカではありません。元旦那も自分が子供を作れないことでショックだったようです。知人から塞ぎ込んでいると聞きました。元旦那は結構メンタルが弱かったですからね。だから私も伝えられなかったんです。なあ、ごめん。俺が悪かったよ。俺のせいなのに、お前のせいにしてごめん。人の気持ちを考えられなくてごめん。だから何？やり直したい。今度はちゃんとした旦那になるから。お前が気遣ってくれていたんだって分かったんだ。だから、今度は俺がちゃんとするから。別に頑張らなくていいよ。私たちはもう終わってるでしょ。今さら頑張られても困るのよ。頼むよ。もう一度俺にチャンスをくれ。あげないよ。あなたが言った私への言葉、あれが本音でしょ。あれを聞いた以上どうしようもないの。やり直すってことは私が我慢をしなきゃいけないってこと。私はもう我慢しない。子供のことだって私がどれだけ我慢していたかわからないでしょ。それでもあなたと二人で生きていこうって決めたのに、あなたは不倫して挙句の果てに私にひどいことを言った。これを許せると思う？それは。それに、やり直したとしても私たちはどうせ元には戻れない。だからこのまま離婚していた方がいいんだよ。正直言えば、私の心の中には未練があります。でも未練があるからといって、やり直すことはできません。どうせ同じことの繰り返しです。それに私は離婚した方が都合がいいんです。だって将来母親になれる可能性があるんですから。元旦那とやり直せば、その可能性すらありません。
あんなひどいことを言う元旦那のために子供を諦めたいとは思わないのです。あなたは千春と再婚でも何でもすれば、あなたさえ我慢すれば理想の家族なんじゃないの？父親になりたいんでしょ？騙していた女と一緒になれるはずがないだろう。その気持ちと同じものを私もあなたに持っているの。あなたが千春を受け入れられないように、私もあなたを受け入れられない。受け入れたくないの。あなたは我慢したくないんでしょ？私だって我慢したくないの。同じ気持ちを持っているんだから、私の気持ちがわかるよね。その後、元旦那からの復縁要請はなくなりました。もっとひどいことを言うこともできました。でも、子供ができない事実を教えたことで、十分仕返しにはなったと思います。私は数年後、別の男性と再婚をしました。おめでた婚だったので、両親には呆れられましたけどね。でも、母親になれたこと、孫ができたことを何よりも喜んでくれたのも両親でした。私は慣れない育児で、毎日がてんてこまいです。正直もう投げ出したいと思ったのも、一度や二度ではありません。でも、そんなところを含めても幸せです。だからある意味元旦那はかわいそうですね。この幸せを味わうことができないのですから。今でも元旦那は独身のようです。千春も子供は産んだと聞いていますが、どうしているのかは知りません。私はもう過去を振り返らず、今の旦那と子供を精一杯愛していくつもりです。私にこれだけの幸せを与えてくれたのですから、私も幸せを返したいですしね。不倫をされたことで大きな傷が残りましたが、私にとっては幸せへの第一歩だったのだと思うようにしています。本日もご視聴ありがとうございました。